こんにちは。今回の動画はリクエスト動画です。アメリカ在住のあのお二人の旦那さんの方、旦那さんの方のお母さんが24日のクリスマスイブに早朝からあのセレブな格好をして外出をしていたそうなんですね。で、そんな格好をして 何をしていたのかというのを占ってほしいということでそれを見ていきます。あのお母さんはやっぱりセレブに憧れてるんですかね。まあ、クリスマスイブだから着飾ったっていうのもまあ普通にあるとは思うんですけど、そのクリスマスイブじゃなくてもあのー、前からの報道を見ててなんかこう自分はセレブになったのよみたいな。 すごいお金持ちなのよっていうのをアピールしたいんだろうなっていうのが伝わってきますえそしたら24日朝からあのお母さんは何をしてたのか聞いてみます えと誰かと2人で一緒に出かけたっていうのは本当みたいですねうーんとでもでん審判の弱位置が出てるので、えー、特に何も思いつかなかったインスピレーションが降りてこなかったってことなのでクリスマスイブだからこうみんなをあっと言わせようと。 したんんだと思うんですけどでも何をしたらいいのか思いつかなかったらしいんですね。でだからとりあえず、うん、派手な格好をして出かけて2人で出かけてみたんだけどそれは失敗したこれも正位置で出たら、えー、いい方向に向かってるカードなんですけど逆位置なので、まあ、うまくいかなかったっていうことを指してるのかなと思います。 で結果的に、えー、周りの人からはあんまりいい評価を得られなかったんですけどでも自分の中ではこの中心のカードが「えー、運命の輪」の聖地が出てるので自分の中ではうまくいってるって思ってるみたいです。でも実は特に評価も上がることなく。 うまくいってないんだよ、失敗してるよってカードは言っています。一応出かけたには出かけたんですけど、こう何か自分で目的を持って出かけたんじゃなくって、日本中の人たちに自分はこう幸せなのよ、うまくいってるのよっていうのをアピールしたくて出かけたみたいです。で、まあ恋人のような人もいるみたいですね。 えっとそしたら今度はあのリクエストのではないんですけどこの間また篠原さんが告白状を出したそうですですその告白状を出したよっていうのを聞いて今現在どのような心境なのか聞いてみます。 えーとですね、あのお母さんは篠原さんが告白状を2回目出しても全くダメージは受けていません星のカードが正位置で出てるので希望の星は十分ある、えー、自分は大丈夫だと思っているようですであの皇室に守られてるから大丈夫と思ってますね えで愚者の弱置と女帝の弱置と死神の弱置が下に出てるんですけども子供のように毎日楽しく過ごして散財することをこの先もずっと続けていきたいって出ています怯えた様子は全くないです 特に今までと変わらず生活しているようですすごい神経がずぶといですねいやなんかこう散在してすごい生活を楽しんでエンジョイしてるみたいなんですけどそしたらこの生活がこの先も続くのかちょっと聞いてみたいと思います えっと、過去のカードに魔術師の逆位置が出てるんですけど、えー、思った通りあ思ったようなスタートを切れなかったっていうことでなんだろう本当はアメリカに行きたかったんですかかねアメリカに行きたかったっけど行けなかったとかもしくは、えー、お嫁さんの方が一時金持ってきてくれると思ったのに持ってこなかったって っていうのもあるんですかねなんか自分が思った通りのスタートは切れなかったようです。で現在のところに恋人の弱位置が出てるんですが、えー、さっき占った時誰かお相手はいるみたいなカードが出てたので、えー、いるにはいるけどでもその人とはうまくいっていないようです。 でその人とはこのまま行くと別れることになりそうだなーって自分では思ってるっていうカードが出ていますで潜在意識の中では自分はえーもう皇族なのよっていうふうに思ってるみたいですで未来のカードに「 節制の正位置が出ていて、うん、これまでの反省を生かして、これからは少し周りの様子を見ながら自分の態度を決めていくというところも出てくるのかもしれません。どうでもそれでもやっぱり、このお母さんの立場は世界の逆位置です。これは タロットで一番いいカードなのでこれが逆位置に出てるの,逆位置に出てるのでお母さんの立場はすごい悪い立場であることに変わりはないようです逆位置に出てるのでお母さんの立場はすごい悪い立場であることに変わりはないようですで周囲の人たちも厳しい目で見ていると言っていますそして願望のところに月のカードの逆位置が出てるので もう前のような不安は味わいたくないって思ってるようなんですけども最終結果のところに吊るされた男が出てるので厳しい現実を味わうことになりそうですまあ国民の目とか篠原さんのこともありますからまあだん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 立場は悪くなっていくんですかねいやもう 実際にはもう立場は悪いんだと思うんですけど今はあんまり自覚してない感じなんですよね。自分はもう皇族の一員だとも思ってるみたいなのでんでもいろんなトラブルがまた出てきてで最終的には自分でも、えー、厳しさを実感して辛い状況になるようです。 なので今のような楽しい暮らしはずっとは続かないんじゃないかなと思います。とそしたら今日はここまでにします。じゃあまたねー